ミレニアム・スタジアムは、ウェールズの首都カーディフにあるスタジアム。開閉式屋根を持ち、全天候対応型となっている。2017年現在、スタジアム名を、ナショナル・スタジアム・オブ・ウェールズともプリンシパリティ、スタジアムとも呼ぶ。ラグビーやサッカーに使用されており、特にラグビーでは、ウェールズ代表の聖地とも言われる。収容人数は74,500人。1999年、 イギリスのミレニアムプロジェクトの一環でカーディフ・アームズ・パーク内にあったウェールズ国立競技場に代わり建設。6月26日、コケラ落としとしてラグビーユニオンの国際親善試合が行われた。ラグビーワールドカップ1999では決勝戦や3位決定戦を含む7試合が行われた。イングランドのロンドンにあるウェンブリー・スタジアムが 改修工事中の際は、イングランドサッカーの FA カップやリーグカップなどの決勝戦は2001年から2006年まで、ここを使用されていた。2012年のロンドンオリンピックのサッカー競技では、会場に選定され、男子の試合5試合、女子の試合6試合の、計11試合が行われた。ラグビーワールドカップ2015でも準々決勝2試合などで、使用された。2017年には、 当地で UEFA チャンピオンズリーグ決勝が開催された。その他にもスピードウェイ GP のイギリス GP ラグビーリーグワールドカップコンサートとしては1999年12月31日にミレニアムスタジアム初のコンサートを行ったウェールズ出身のロックバンドマニックストリートプリーチャーズを皮切りにボンジョビ U2、エリック・クラプトン、マドンナ、 ロビー・ウィリアムズ、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、ザ・ローリング・ストーンズ、R.E.M. ポリス、オアシス、ニール・ダイヤモンド、ブルース・スプリングスティーン、リアーナラがライブを行った。ありがとうございます。